廿日市市はきょう、子どもの医療費の助成制度を18歳まで拡充すると発表しました。県内では子どもの医療費支援の取り組みが加速しています。子どもの医療費を高校生まで拡充するっていうのは、県内でもまさにスタンダードになりつつありますので、まさにそこには足並み合わせていきたいなと。9月から子どもの医療費の助成対象を18歳まで拡充するとした廿日市市。これまでは対象外だった中学生の通院と高校生の通院・入院を1日500円の自己負担のみとします。子どもの医療費は自治体が所得制限や対象年齢を定め独自に補助しています。県内では先月、広島市が対象を拡大。今回、廿日市市が高校生まで引き上げたため、すべての市町で中学生までは助成を受けられるようになりました。子育て世代に、高い評価をいただいている町、そういった層をターゲットに人口獲得していくっていうのは私たちのミッションだと思ってますので。子どもの医療費支援は町を持続させる上でも重要な施策です。先月公表された民間団体の調査は、若い女性の人口が2050年までに半減すると推計された自治体を消滅可能性自治体としました。廿日市市は10年前の調査では消滅可能性自治体でしたが、今回は脱却、若い世代に選ばれる町になっています。その理由の一つにあるのが未就学児の医療費無料化です。病院に行きやすくなったかなって感じます。ちょっとした鼻水とかでも、病院行っとった方がいいかなって思えるような環境になったかなって思います。まだまだ風邪もたくさん引くし、そう、怪我もやっぱ今一番ちょろちょろする時期なので、他の友達からも廿日市いいよねとは聞きますね。でもね、同じく消滅可能性自治体から脱却した庄原市も子どもの医療費支援に手応えを感じています。保育料の軽減、また乳幼児医療の負担、応えていける体制を取れたということが良かったんじゃないかというふうに思っております。庄原市は助成の対象を去年7月に高校生に引き上げています。子育て世代の流出を防ぎ、町に呼び込むには不可欠な子どもの医療費支援、自治体の模索が続きます。県内の医療費支援の取り組みが加速することは子育て世代にとってありがたい流れといえます。ただ市町からは自治体間で競争を強いられていると指摘も上がっています。財政が厳しい自治体も多い中で、国と地方一体となった議論が求められています。